はい、この福岡のですね、はい、あの5歳児餓死事件、はい、これがですね、はい、まあこれもひどい話だよね。そうですね、なんかもう奇妙な新聞記事見ててもあの、はい、亡くなった子は本当にあの気の毒でならないよね、はい、どんな思いでね、はい、親だよ、あのそうですね、うん、親がいるのにね、はい、親がそのママ友の意見を聞いて、うん、そう、そのママ友の方に、うん、この赤堀っていう容疑者にずっとお金を貢いでたっていうか、1200万ぐらいね、はい、なんだかんだで精神的にも完全になんていうか依存状態支配されちゃってね、はい、って言うんですけど、はい、それでも考えられない。だってその仲良かった旦那とも別れてですよ、はい、あのそうなんですよ、うん、はい、旦那と離婚させられて、上の2人はまあ学校給食があったからね、はい、学校行ってたから、ね、はい、まあなんとかその栄養が取れた、持ったんだけど、はい、一番下の子はまだ学校行ってないから、はい、5歳だったから、うん、それでその栄養が取れなかった、うん、まあ、食事も与えられずね、はい、どういう、まあ、今はあのその洗脳から目覚めたって言ってあのお母さんは反省してるらしいんだけどね、はい、その、まあ、だいぶ実は時間が経ってますからね、うん、去年の話、うん、去年の4月の話で、うん、もう1年ぐらい経ったんでしょうけど、またこの洗脳した方の女性の、あの、はい、がすごい太ってて、はい、イメージが悪いんだよな。まあそうですね、うん、いや本当、でもこれがこの週刊文春も週刊新潮も書いてますけど、はい、2人が創価学会員だったと。そうですね、それがまあどういうふうに影響してるかっていうことはまあその分からないし、はい、まあ影響してないかもしれませんけど、うん、その創価学会員だったっていうことは、はい、新聞には一切出ないからね。そうそうそう、これはね、こういうのは週刊誌じゃないと出さないんですよね。週刊誌ならではというか、はい、週刊誌じゃないとまあやらないですよね。この碇さんって容疑者っていうかね、うんうん、まあ、自分の子供が亡くなった実母の方が碇さんで、はいはいはい、その人は創価学会じゃなかったんですよね。でも元々は、元々は、そうそうそう、で赤堀っていうそのママ友の方でその洗脳してたって言われてる方が、ここはまあ一家揃って創価学会、一家揃って創価学会で、創価学会に碇さんを入れさせて、いろいろお金を取ってたっていう話みたいです。それで政教新聞も取らせて、でだってお金がないのに政教新聞まで取らせてたわけですから、はい、もう本当にひでえ話ですよこれ。生活保護費も取っちゃう、そう、それから、まあ、サラ金で借りさせるわ。そう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 、うん、それで1200万円ぐらいあるしたって、はい、ひでえ話だよな。で子供にも食べ物もあげない方がいいってずっと言って、うん、その通りにしちゃったということですよね、うんうん、でもう子供はなんかね、この亡くなった翔士郎ちゃんっていうのは、うん、わずか10キロ、ね、同世代の子供の半分の体重になってたっていう、うんうん、それで搾取してたこの赤堀容疑者は同世代の倍ぐらいの体重になっちゃってこれなんか写真が出てるけど、はい、高校時代から太ってんだよね。あ、まあそうですね、はい、そうですね、すごいんですよ、はい、そうですね、うん、鬼ですよこれは。いや本当にだけど本当にああいうその子供たちのね事件があると本当にそのかわいそうで、なんかもう見てらんないよね、はい、なんで親でそういうことができるか、はい、まあ、今回のこともそうですけど、そうですね、自分が産んだ子だもんね、はい、僕はできないよね、普通、はい、学校給食って僕はもう反対っていうか、嫌な立場っていうか、あ、そうだ、僕は反対の立場なんですけど。なんで反対なの？なんかもう親が作れるだろうと思ってるのと、あ、僕も共働き親そうだったんですけど、まあ弁当最初作ってましたけど、うん、学校で給食が始まってからまあもちろん、給食にな、うん、途中からなったんですけど、うん、僕の学区の方も、うんうん、でも別にお弁当でいいじゃんっていうふうには僕は思ってたんですよ。でもまあお弁当作るのが大変、忙しいっていう大変な人もいるわけですよね、はい、特に母親が仕事してたりするとね。そうですね、それとまあなんだろう、みんなでやっぱり同じもの食べるのもいいんじゃないの。なるほど、ダメか。いや、まあ、今回これで、うん、あ、子供にね、うん、
の教育っていうか、まあ、ネグレクトとか、うん、あとその、うん、育児放棄してる親がいる場合もあるから、救われてたんだなっていうのを聞いて、うん、まあちょっとすごいなというふうには思いましたね。前に読んだでは、もうその貧しい家でね、はい、そのお兄さんがね、はい、子供たち3人兄弟で、うん、下の子はまあ食べ物があんまりないから、はい、給食を残してね、うん、持って帰ってね、はい、妹たちにあげてたとかね、あ、はいはい、自分は食べないでね、はい、給食はまあ僕は給食はまああった方がいいと思いますけどね、うんうん、まあ、まあ今回の件で僕もそういうふうにちょっと思うっていうかね、うんうん、はい、なんか仕方ないのかなというか、うん、なんかそういうふうに思いますね。この赤堀っていうのがひどいんだよな。いつもさ、その自分の子にはバレエや水泳などの習い事を、はい、授業料の高い教室でやらせて、子どもたちはみんな太っていますね、はい、でよく外食し、近所の弁当屋の常連で頼むのはいつもカレータイプの弁当ですが、ほとんど毎回電話でクレームが入る、はい、カレーが良いから出ている、うん、ハンバーグのケチャップがご飯についているとか、こんな汚しい弁当食えんたいとわめき、取り替えに来いというので自宅まで新しい弁当を持っていくのですが、はい、元の弁当はもう捨ててしまったからないと返さない。そうそう、だから両方また食べるんだよねっていう感じですよね。感じで書いてますけどね、はい、めちゃくちゃ評判悪いんですよね、周りのそのママ友とかから見ても。あの、なんでもうちょっと周りができなかったかね、はい、いやトラブルをやっぱり、うん、まあそうだね、抱えたくないから、うん、うん、なんでしょうね。ちょっとかわいそうなのこの赤堀容疑者の子供もかわいそうですよね。まあそうだね、こんなことがあるともうちょっと、うん、まあまあね、はい、大変ですよ、うん、それはそうだね、はい、まあ、全く不幸ですよね、うん。